ダメ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 ですか。交代交代。今のパスの中にメッセージがあったの分かった？いや、分かんなかったけど、ちょっと違うなっていうのだけはちょっと分かりました。まずは絶対浮かさない、このゴール前の局面で浮かさない、はい、トラップしやすいようにパスを出す。浮いちゃうとトラップミスになってシュートミスにもつながるから、このパスで決まる、はい、浮かさないために意識してるのは、はい、上半身、はい、こうやってこうなっちゃうとバーンって上に行っちゃうから、はい、かぶせる、体をかぶせる、で足を振らない、膝下だけの振りで当てるインパクトでパスをする、はい、あとはボールに、はい、イメージはバックスピンをかけれる、はい、蹴り方、上から叩く、それだけで、はい、うわ、ほんまや、浮いてね、その一本一本で試合ボールどんどん回っていって、はい、シュートまでいけるんで、うんうんうん、流れを止めないことにつながるんで、なるほど、一本一本のパスにメッセージを込めてパス出すといいと思います、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。